はい、短期決戦です。ドル円は103.03です。ダウは42ドル安。原油は44ドルまで下がりました。先読みを日足で見ると、ドル円は売り、ユーロ円は買い、ポンド円は買いです。雇用統計はほとんど影響がありませんでした。あとは大統領選一色といった感じです。水曜まで不安定な動きが続くでしょう。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。